8時になりました。明日11月10日金曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは概要、引け後に発表された有望 IR、 その他の IR、 昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、配当関連情報、明日のデイトレ候補トピック、今日の気になるチャート、去年の今、最後に本日のバッド IR の順でお伝えいたします。まずは概況です。ダウは下げ、ナスダックは上げ、日経も上げという結果になりました。ダウは40ドルの下げ、マイナス 0.12%、 ナスダックは10ポイントの上げ、プラス 0.08%、 日経は479円の上げ、プラス1.49%、 1ドルは151円8銭、円安に触れ151円台で推移しています。午後2時時点での東証プライムは値上がりが1237銘柄、値下がりが375銘柄、変わらずが46銘柄、約3分の2の銘柄が上がった状況です。アメリカは前日までの7営業日で1700ドル上昇した反動で利益確定の売りが広がりました。日本の方は円安により海外の買いが膨らんだ状況です。アメリカ国債10年ものの利回りは低下し 4.4% 台で推移しています。日本の方は低下し 0.83% 台で推移している状況です。ドル円の方は円安に触れ151円台で推移しています。原油の方は低下し1バレル75ドル台で推移している状況です。投資主体別の売買状況ですが、こちらが海外の投資家、こちらが日本の個人投資家です。11月2日週は、海外投資家の方は2週連続で576億円の買い越し。日本の個人投資家の方は、マイナス、3868億円の売り越しに転じたところです。業種別株価指数の方はほぼ全面下げの状況となりました。全面上げの状況となりました。サービスと非鉄金属の2業種のみが下げですが、下げ幅はそれほど大きくはありません。売買高ランキングの方は上げが優勢な状況となりました。1位のレーザーテックの売買代金は31日連続で2000億円台を確保しています。本日、半導体は上げ下げまちまちとなりました。銀行株は上げとなっています。任天堂が情報修正と増配の発表で引き続き買われており、16年ぶりの高値を回復しています。三菱商事などの商社株はバフェット氏が円建ての社債を準備していると伝わり、商社株を再び買いますとの思惑で買われております。リクルートは昨日の引け後に増益を発表しましたが、インディードの不振が嫌気され売られております。経済スケジュールの方は明日のミシガン大学消費者信頼感指数が注目ポイントです。次に引け後に発表された有望 IR です。まずセレンディップ。セレンディップは中小企業を M&A による事業継承や再生コンサルなどを行う会社です。今期経常を 73% 上方修正、3期ぶり最高益という発表がなされました。24年3月期第2クォーターの連結経常利益は前年同期比235倍の 4.6 億円に急拡大した。合わせて通期の同利益を従来予想の 3.7 億円から 6.4 億円に 73.0% 上方修正し、増益率が 6.6% 増から 84.4% 増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。7月から9月期第2クォーターの連結経常利益は
前年同期比 4.6 倍の3億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の 2.6% から 5.7% に大幅改善した。今回の要因としては、上期の自動車メーカーの国内生産が想像以上に高水準で推移したことによるとなっています。本日の株価は1382円、出来高は9300株です。この9300株の約20倍くらいですが、18万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは1月6日に683円ですので、かなり低い位置です。ここら辺の位置です。そして9月5日に1761円ですので、ここが最高値です。このように直近は明確なトレンドがない状態での今回の IR です。信用買いが多く板薄であるという点はご注意ください。次に名村造船所です。名村造船所は造船の中堅企業です。今期経常を一転 32% 増益に上方修正。未定だった配当は5円増配という発表がなされました。24年3月期第2クォーターの連結経常利益は前年同期比 22.3% 減の 90.5 億円に減った。しかしながら合わせて通期の同利益を従来予想の65億円から150億円に 2.3 倍上方修正し、一転して 31.9% 増益見通しとなった。業績好調に伴い、従来未定としていた今期の年間配当は10円実施する方針とした。7月から9月期第2クォーターの連結経常利益は前年同期比 86.0% 増の 37.3 億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の 5.0% から 12.0% に急改善した。こういった内容です。本日の株価は806円。出来高は360万株です。この360万株の3倍くらいですが、990万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは3月27日に308円ですので、かなり低い位置です。ここら辺の位置です。そして9月7日に1137円ですので、ここが最高値です。このように25日線をこれは25日線に頭を抑えられた下げトレンドでの今回の IR です。こちら表記間違えております。そして PBR が 0.89 倍で、PER を加味しても割安な状態になっています。配当は低い状態ですが、稼ぐ力 ROE、ROA は高めになっています。信用買いが多いという点はご注意ください。次に注目の決算です。まず、場中発表から。本日11時にクラレが発表しています。今期経常を 8% 下方修正。本日の場中はマイナス 7.39% の下げ。3ヶ月チャートはこのようにデッドクロスを経た下げトレンドになっています。そして、13時15分に日清食品が発表しています。今期最終を一転 22% 増益に上方修正、最高益、配当も40円増額。本日場中はプラス 2.06% の上げ。3ヶ月チャートはこのようにゴールデンクロスを経た上げトレンドになっています。そして明治ホールディングス。14時の発表で上期経常は 1% 減益という発表です。こちらは昨日の引け後に上期経常を 38% 上方修正、通期も増額という発表をしていました。本日の場中はマイナス 0.27% の下げ。3ヶ月チャートはこのようにデッドクロスを経た下げと、急落状態になっています。そして森永乳業。本日14時の発表で、上期経常は 39% 増益で着地、1対2の株式分割を発表しています。本日場中はマイナス 2.20% の
下げ、3ヶ月チャートは明確なトレンドは見られない状況です。次に注目の決算、今度は引け後です。15時の発表でソフトバンクグループ、上期最終が赤字拡大、7月から9月期は赤字転落という発表です。本日場中はプラス 1.07% の上げ、3ヶ月チャートはこのように明確なトレンドは見られない状況です。そしてソニーグループ、15時の発表で今期最終を 2% 上方修正。本日場中はマイナス 0.79% の下げ、3ヶ月チャートはこのようにゴールデンクロスを経た上げトレンドになっています。そしてホンダ、15時の発表で今期最終を 16% 上方修正。本日場中はプラス 2.86% の上げ、3ヶ月チャートはこのように25日線に頭を押さえられた下げトレンドになっています。そしてインペックス、15時の発表で今期計上を 12% 上方修正。本日場中はプラス 2.58% の上げ、3ヶ月チャートは明確なトレンドは見られない状況です。次に日産自動車、16時25分の発表で今期最終を 15% 上方修正。本日場中はプラス 3.87% の上げ、3ヶ月チャートはこのようにゴールデンクロスを形成した状況です。その他の IR です。本日 IR 非常に多いので、まずは10億円以上のクラスです。ここは今お話した内容です。ずっとここまでお話しいたしました。この後がカバーが 2.6 倍の増益、神戸製鋼所が 2.2 倍の増益、三菱地所が 42% の減益、オリンパスが 14% の下方修正、楽天グループが赤字縮小、国際エレクトリックが 58% の減益、ネクソンが 23% の増益で4期ぶり最高益更新、レゾナックは赤字縮小に上方修正、ニコンは 23% の下方修正、セコムは 10% の上方修正、オンツーは68% の上方修正、トレンドマイクロは 32% の下方修正、三井 E&S は黒字浮上、芝浦メカトリニクスは 45% の上方修正、関西ペイントは 9% の上方修正、最高益予想を上乗せ、三菱マテリアルは 3% の下方修正、強力メンテナンスは 28% の上方修正、配当も4円増額。アマダは 13% の上方修正。最高益予想を上乗せ。配当も7円増額。コカ・コーラは今期最終を1点黒字に上方修正。そしてアンビスは 21% 増で7期連続最高益。1円の増配。日記ホールディングスは 17% の減益。西武ホールディングスは 2.3 倍の増益、五洋建設は 85% の増益、古川電工は 80% の減益に下方修正、物語コーポレーションは 21% の増益、太平洋セメントは 5% の上方修正、住友重機械は 46% の増益、駿河銀行は 30% の減益、東京建物は 2% の上方修正、最高益予想を上乗せ、配当も1円増額、クレハは 32% の下方修正、日本板ガラスは 9% の上方修正、ハーモニックドライブは赤字転落、そして配当は8円の減配です。イーダグループホールディングスは 54% の減益、コムシスは 46% の増益、富山第一銀行は 84% の減益、名古屋鉄道は 16% の上方修正、
エアウォーターは 6% の増益。今度は、5億円未満と書いてありますが、10億円未満です。時間が間に合わなくなったため、すべては拾えておりません。まず1枚目。ここはお見せするだけに留めます。そして2枚目。3枚目。4枚目。5枚目。ここからはナンバリングは間に合っていません。これで終わりです。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位は東亜でした。現役発表でしたが、前日比 17.4% の株価上昇。本日寄りで買って引きで売ると 7.5% の利益でした。第2位はタイガースポリマー。情報修正と増配を発表したことにより、前日比 15.2% の株価上昇。本日寄りからストップ高でしたので、より引けでの差はありません。第3位はニチコン。11% の減益でしたが、前日比 12.8% の株価上昇。本日寄りで買って引けで売ると 2.8% の利益となっておりました。4位以下ご覧の結果となっております。そして26位まで、39位まで、44位まで。次に本日のストップ高とストップ安です。ストップ高本日9件出ております。シミックホールディングスは2日連続。そしてビンクス、サイバーコム、タイガースポリマー、サイバネットシステム、富士ソフトサービスビューロー、三つ葉、ニッピー、ローランド。このうちシミックは MBO です。ローランドは増益です。タイガースポリマーは情報修正と増配です。三つ葉は増益です。サイバネットシステム、そしてビンクス、サイバーコム、富士ソフトビューロー、こちらは TOB です。本日ストップ安はありませんでした。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位はサイバーコムでした。前日比 30.2% の株価上昇。第2位はビンクス。前日比 28.1% の株価上昇。第3位はシミックホールディングス。前日比 23.8% の株価上昇。値下がりの方は第1位がブティックス。前日比マイナス 20.5% の株価下落。第2位はデルタフライファーマ。前日比マイナス 20.4% の株価下落。第3位はホリーフードサービス。前日比マイナス 19.4% の株価下落でした。次に新規上場スケジュールです。11月、12月、このような状況になっています。ジャパンアイウェアホールディングスは抽選申し込み受付終了です。バリュークリエーションは現在抽選申し込み受付中です。そしてアスマークは12月4日上場予定です。12月6日は QPS 研究所。次に決算スケジュールです。明日は662件予定されています。今回の決算ラッシュのピークになります。数が多いので売買代金10億円以上の銘柄に絞ってお話しさせていただきます。本日時間が間に合わなかったため株価と出来高のデータが昨日のまま更新できておりません。今週来週の注目の決算、このようになっています。まず、場中の発表で10時15分に、フード&ライフ、そしてインフロニア、大正製薬、セブン銀行、横浜ゴム、大和ハウス、大王製紙、三月、石油資源開発。ここからは引け後になります。スカイラーク、サワイグループ、札幌ホールディングス、全勝。このうち大正製薬は次回中間決算、進捗率は 51%。そしてインフロニアとセブン銀行、スカイラーク、サワイグループ、札幌ホールディングス、全勝は貸借倍率1倍割れで空売りの方が多い状況です。そして日本マクドナルド、ハセコー、日産化学、
日本製紙、アシックス、大日本印刷、テイエステック、三井金属、THK、滋賀銀行、コンコルディア、森永製菓、東京大岡工業。このうちアシックスは次回第3クォーター、進捗率は 81%。THK は、次回第3クォーター、進捗率は 76.0%。滋賀銀行は次回中間決算、進捗率は 57%。日本マクドナルド、そしてハセコーは貸借倍率1倍割れの状況です。そして、ヒロギン、住友不動産、資生堂、アサヒグループ、北北フィナンシャル、日本電子、サンウェルズ、ブリヂストン、キーパー技研、三越伊勢丹、サントリー食品、芽吹きフィナンシャル、オイシックスラ大地、ロート製薬、山口フィナンシャル、クレディセゾン、七十七銀行、ミクシー、星崎、パンパシフィック、ヘンゲ、千葉工業銀行、SBI ホールディングス、日本製鋼所、パーソル、三菱 HC キャピタル、レオパレス21、海阪、日本電海、西能、名古屋銀行、音通、東京エレクトロン、82銀行、浜松フォトニクス、創生グループ、TBS、住友ゴム、リソナ、静岡フィナンシャル、伊予銀、ニトリ。2週間分の決算スケジュールはこちらの動画をご参照ください。次に配当関連情報です。11月の高配当ランキング、年間利回りでのランキング、このようになっています。そして11月の単月利回りのランキング、このようになっています。12月の方は権利付き最終日は12月27日です。年間配当での利回りランキング、そして12月単月配当での利回りランキング、このようになっています。詳細はこちらの動画をご参照ください。次に明日のデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、ギグワークス、出品、T&S、フレクト、フジクラコンポジット、東亜、日本金銭機械、日コン、三つ葉、ローランド。以上が明日のデイトレに向いてくるのではないかと思われます。次にトピックです。本日、三菱電機がアメリカ軍の装備品の製造参画というニュースがありましたので、お話しいたします。こちらは共同通信から出た記事です。三菱電機がアメリカ海軍の空母やミサイル駆逐艦などの艦船に搭載するレーダーの製造に参画する方向で調整していることが8日分かった。レーダーの基幹部資金を生産する同社は防衛装備品の海外展開でフィリピンに防空レーダーを輸出した実績などがある。アメリカ軍向けが実現すれば4例目となる。関係者によると三菱電機は米軍が運用する艦船向けにレーダーの稼働に不可欠な電源装置を生産する。アメリカ軍の装備品には高い品質が求められるため、納入が決まれば海外からの装備品の受注獲得に追い風となりそうだ。三菱電機は海外政府や企業との協業など様々な検討を進めているが、現時点で話せることはないとしている。このような発表がありました。次に、本日の気になるチャート、マイクロアドについてお話しいたします。マイクロアドはデータプラットフォームを基盤にデータソリューション、デジタルサイネージを提供する会社です。こちらは、2020年からの売上、そして利益の進捗です。マイクロアドは昨年2022年の6月に上場したばかりの IPO 銘柄です。このように売上を順調に伸ばし、
利益も伸びてはいる状況です。上場以来、こちらは、昨年の10月ですが、このように株価は上がり続け、今年の6月に2263円まで伸びましたが、その後は下げ続け、先月10月24日には4分の1の509円まで下落している状況です。そこから直近では急速に反発上昇しています。こちらは前回8月9日にマイクロアドが発表した決算です。10月から6月期第3クォーター累計計上は 53% 増益。4月から6月期第3クォーター計上は 42% 減益。23年9月期第3クォーターの連結計上利益は前年同期比 52.9% 増の7億4600万円に拡大し、通期計画の9億2500万円に対する進捗率は 80.6% となり、前年同期の 82.4% とほぼ同水準だった。4月から6月期第3クォーターの連結計上利益は前年同期比 41.9% 減の5400万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の 4.4% から 3.7% に悪化した。こういった発表でした。この決算を受けて、こちらが発表の翌日ですが、ストップ安になり、2日連続での寄らずのストップ安となりました。そして8月9日、1956円から一気に半値以下の909円まで下げていった状況です。こちらが、指標法に出ている急落となった理由ですが、マイクロアドが 急反落、23年4月から6月期の急減速を嫌気。ここに書いてあるのは、営業利益は8億1500万円。前年同期比 45.3% 増となったが、第3クォーターに限ってみれば、営業利益は1億600万円、前年同期比 18.5% 減にとどまり、足元の急減速を懸念する動きとなった。一部のパートナーとの契約方針によって売上と粗利益が減少した。特定の大手広告主の予算削減も響いた。また、9月30日を基準に1株を3株に分割すると同時発表したが、こちらには反応薄だった。こういった状況でした。こちらは進捗率の状況ですが、この数字だけを見ると、第1クォーター、第2クォーター、第3クォーター、このように順調に進んでいます。ただし、こちらの実際の数値を見ると、通期のコンセンサスに届くかどうかは微妙な状況になっています。直近ですが、こちらは10月24日、先々週の状況です。ここから反転して現在上昇している状態になっています。こちらは、8月4日、急落したところからの信用データの状況です。空売りが62万株から160万株に増えておりますが、信用買いも増えているため、貸借倍率としては大きく変わっていない状況です。本日の株価は823円、出来高は570万株です。こちらが2021年、2022年、2023年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、一株配当の見通しです。このように増収、増益の見通しになっています。株価はかなり割高で配当はない状況ですが、稼ぐ力は高めです。需給は可もなく不可もない状況になっています。テクニカルの方は一目均衡、このように雲が垂れ下がってきていて、
この雲に突入したところです。パラボリックは上げで点灯。マック D は上昇トレンド。RSI は70近辺で買われすぎの状況です。ボリンジャーバンドはバンド幅を拡大し、プラス2シグマのバンドウォーク状態になっています。11月14日の決算に向けて期待を感じるチャートです。一方、サプライズがなければ急落する可能性も高いかと思われます。次に去年の今についてお話しいたします。去年の1週間後を振り返るセクションです。今年もまた同じことが起きるかもしれません。本日は昨年11月の16日について振り返ります。この日もまだ、ちょうど決算が抜けた頃ですので、マイクロ波が、前日比 22.9% の株価上昇。こちらは三井化学への実証設備の供給が交換されたものです。そしてアミタは三菱 UFJ と東海海上日動火災との業務提携が交換されて、前日比 20.8% の株価上昇。カヤックは e スポーツ関連人気で、前日比 16.8% の株価上昇。ことぶき屋は情報修正と増配で、前日比 15.8% の株価上昇でした。本日のバッド IR、こちらは申し訳ありません。間に合いませんでした。明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。